初級編、8ビート初級編。彼女はさっき8ビートって言ってましたね。そろそろ覚えてくれてくださいね。8ビート、まあ8ビートでもいいですけどね。はい、8秒時、8だ。8って書いてたので、8、ね、8って呼ぶこと。8で。なくて、すみません。ちょっとレベルアップします。はい。いいですか？はい、頑張ります。頑張ります。はい。じゃあ、ここ、はい、ここ読んでください。はい。今日やるの。はい。シンコペーション。お、ちゃんと読めた。よかった。意味わかります？わからないです。わからない。はい。でもこれ、音楽の教科書で多分出て習ってますよ。この、1小節目、2小節目、はい、今日ちょっとね、五線紙がなかったんで、この黒板というか白なんですけど、はい、ここの、2小節目の1拍目の音符を、はい、が8分音符前に来るんです。だから8のところにアクセントが来るんです。ドンチ、ダンチ、ドンドン、ダン、ドン、ダン、ドン、ダン。ここの部分をシンコペーション。はい、楽譜で書くとこういう感じなんですけど、初級編ってことでちょっと僕私分かんないっていう人はもう歌って覚えましょう。はい、その歌を一応、はい、まあ、これも簡単にどん、カタカナで書いてるんですけど、よ、はい、読んでみてください。はい、ドンタンドドタドドタンドンドンタン。まあ全然違いますね。こうドンタンドドタドドタンドドタンです。ドンタドドタドドンタンドドタドドタンドドタン。ドンタンドドタ。どうがちょっと早いです。ドドンドドタ。そのドンタドっていくのはこっちなんですよね。その後。じゃあ、その今歌ったのを覚えてるうちに、はいはい、ドラムやってみましょうか。目も集中してないし、はい、耳も集中してない、はい、目でここをなんとなく見てて、はい、大事なのは耳で聞くことなので、はい、今ここをなんか目でこう頑張って追ってるんだけど、はい、そこ耳がちょっと集中してないから、もうこれ多分見ないで覚えた方がいいね。あ、はい、ドンダン簡単だからドン、はい、それは難しいと思わない。歌ってるところに右足だけ踏んでみよう。それは あとはここ一緒でいいから。はい。ドンタンドドタドドタンド。じゃあ5分かけるので練習してください。はい。8分音符で刻みながら、ハイハット、それを、この楽器を、ワン、ツー、スリー、フォー、ファイブ、シックス、セブン、しっかり音出してください。そう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 。で、ドーン、もうちょっと吐けるの早いかな。ドーン、ドドタ、ドーン、ドタン、ドドタン、歌う。ドタ、ドーン。ドタ、ドーじゃないよ。ドタ、ドーじゃない。癖が。あ、間違えた。そ
このシンコペーションするところがね、はい、ちょっと急いじゃってるから、はい、うん、メトロノームより先に行っちゃうんだよね、どうしてもね、はい、そこをしっかりこう1,2,3,4 をキープしなきゃいけないんだけど、はい、うん、はいはいはい、じゃあ今日はここまでにしましょう、はい、ちょっと時間がかかりそうですね、これは宿題ですね、はい、もう少しでできそうだけどね、はい、はい、はい、じゃあまとめて、はい、どうするか次回こうご期待とかしますか、すいません、全然何でもいいですよ、どうする、どうしたい、なんか普通に次回頑張ってますみたいな感じでいいんじゃないですか、あ、はい、うん、はなちゃんがあのしょぼんとした顔ですけど、それがいいんじゃない、うん、そっか、じゃあ次回までに頑張ってきますって終わりでいいんじゃないですか、はい、次回までに頑張ってきます、うん、復習頑張ります、はい、はい、もう反省がいっぱいです、反省がいっぱい、なんかできたかもしれないです、ほんとリズムの子やってみたら俺褒めて伸ばしたいんで、どっちかっていうと。だからいいところすごいいっぱい褒めてあげて、ね、うん、楽しく叩くのが俺は成長の近道だなと思ってるんで。スコアパレード。The beats are grooving.